ちゃんは細かいこと気にしなくて、細かいことは置いておいて、シックさん、今回は最強の猫カープーンキャットと戦ってもらおうわ。え？なんなん、あ、でもなんなんと戦わないといけないの？シックなんなんと戦うことなんてできない。大丈夫よ、シックちゃんの想像してるなんなんより1億倍怖いから。最近マイクラ界隈でサイレンヘッドやカープーンキャット流行ってきてますからね。うちもその流行に乗っかっちゃおうってことですか。そういうこと。でもあのカープーンキャットでしょ？シックさん、大丈夫かしら？なんなん、かわいい。なんか大丈夫みたいだぞ。この状態を大丈夫というのか。それで、強いなんなんと戦うってことは分かったけど、シックは何をどうしたらいいの？普通にサバイバルをしてたらいいの？いや今回は普通にサバイバルどころじゃないから、シックちゃんには戦うまではクリエイティブモードになってもらいます。それでクリエイティブモードで出せるすべてのアイテムを好きなだけ使ってもらって、これならカープーンキャットに勝てるという最強装備を整えてもらうわ。え？最強装備？いいの？え？いいわよ。やったー！そしてその最強装備を駆使してカープーンキャットを倒す。それを今回の目標とします。なんだ簡単じゃない。それじゃあモードをクリエイティブに変えて好きなアイテムを選んでいくわね。さて何を選ぼうかな。視聴者の皆さんの考える最強装備って何かしら、シックちゃんと一緒に考えてみてね。まあ基本ネザライト装備になるだろうがな。そうよね、やっぱりネザライト装備は外せないわね。あ、それとシックちゃん、地中に隠れたり建築に閉じこもったりは禁止ね。あ、そうなの。それじゃあツール類はいらないかな。とりあえずはネザライトの剣でしょ。それとやっぱり遠距離攻撃も欲しいわよね。弓を持って、あとは一応トライデントも持っておこうかな。死んだ時用に不死のトーテムも持っとこ。エリトラもあった方がいいわよねきっと。あとは何かな。まあ普通に防具を揃えとこうかな。あれ、これネザライト装備どこにあるの。統合版の画面なんか新鮮ですね。初統合版だからちょっともたもたするのは許してね。あったわネザライト装備。防具類は最初一つにまとまって表示されてるみたい。剣もそうだったんじゃないの。ネザライトのヘルメットにネザライトのチェストプレート、あとはレギンスとブーツ。武器防具の種類は大丈夫かな。インベントリ関係の操作も同じかな。あ、大丈夫そうね。画面がちょっと違うだけで操作は一緒だ。それじゃああとはこの装備たちにエンチャントをつけていかないといけないわよね。エンチャントは何にしようかな。とりあえずエンチャント用のかまどこを用意して。あれ、どこだかまどこ、こっちかな。かまどこかまどこ、あ、あったわ。はい、まずはかまどこと、次はエンチャントの本を見ていこうかな。エンチャントの効果はいつもと同じなの。まあとりあえず目についたやつから取っていこうかな。あれ、防護、何それ。防火やトゲっていう見慣れない名前の効果があるな。これもしかして効果は同じなんですが、ジャバ版と名称が違うんじゃないですか。え、そういうこと。多分防護っていうのがジャバ版でいうダメージ軽減のことね。トゲはトゲの鎧、防火は火炎耐性のことなんじゃないかしら。あ、そういうこと。それじゃあとりあえず防護は必須よね。防具はそれくらいでいいのかな。耐久力が必要なくらい戦うかな。どうかしらね。まあつけといて後悔はしないとは思うけど。聖なる力ってなんだ。多分アンデッド特攻のことだと思うんだけどね。あ、なるほどな。お、貴族性だ。これはつけておいた方が良さそう。剣はダメージ増加でいいわよね。ダメージ増加、ダメージ増加。あ、この鋭さっていうのがそうなのかな。どうやらそうみたいですね。よし、これでいいわ。ずっとエンチャントの本選ぶところ見てもらっても仕方がないから、エンチャントの効果は後で見てもらうとして、次は装備以外のアイテムを選んでいこっと。何がいいと思う？エリトラを使う気があるんだったら、ロケット花火持ってた方がいいんじゃない？あ、そうね。うわ、ロケット花火ってこんなに種類があるのね。と言っても色が違うだけみたいだぞ。あ、なるほどそういうことか。それじゃあ何でもいいや。それから食料も必要よね。食料はエンチャントされた金のリンゴ一択よね。とりあえずこれでオッケー。とりあえずアイテム構成はこんな感じになりました。お、チェストプレートがインベントリに入ってるってことは、最初はエリトラ装備で行くんだな。そういうこと。とりあえず今回は剣と弓メインで戦うことにするわ。ネザライトの剣のエンチャントはこんな感じ。弓はこんな感じにしてみたわ。シックちゃん準備は万全みたいね。それじゃあスポーンエッグで呼び出して戦ってもらいましょうか。よしやるぞー。どんななんなんが出てくるのかな。あ、何よ可愛いじゃない。霊夢が1億倍怖いって言うから心配して損しちゃった。まあシックさんのその余裕がいつまで持つでしょうね。めっちゃ怖いこと言うんだから。大丈夫大丈夫、シックがサクッと終わらせてあげるわ。あ、それとここからはアドオンの使用上大きな音で音楽が鳴るので、霊夢音声は消してお送りしますね。あれ、来ないわね。最初は敵対じゃないのかな。それともシックのこと気づいてないの。最初スポーンさせたところにいるのかな。ちょっと近づいていってみよう。あ、いたいた。まずは矢のプレゼント。なになに、ギャー。どういうこと？近づかれた瞬間にトーテムが破壊されて、そのまま最後まで倒しきられたんですけど。シックちゃん、これがカープーンキャットの恐ろしさなのよ。捕まったら最後、どんな防具も無意味ということね。防具にエンチャントした意味。あれ？ロケット花火使えないんですけど、どういうこと？これでビューンって飛んでいけるんじゃないの？シックちゃん、それ滑空中じゃないと使えないんじゃないのか？高いところに登って滑空しないとなかなかタイミングが難しいんじゃないか？あ、そういうこと？いきなり地上からビューンはできないのね。しょぼーん。それじゃあ木の上に登って滑空してみようかな。というかカープーンキャット
どこ行ったんですか？姿が見えなくなっちゃいましたね。多分木の陰に隠れてるんじゃないかな。目視で見つからない限り襲われないのかも。あ、なるほど、第六感みたいなのが働くわけじゃないのね。え、もしかしてもうシップが倒したんじゃないの？倒す要素がどこにあったんだよ。あ、いたいた、楽しそうに踊ってるわ。上から弓矢で攻撃できないかな。うわ、逃げられた。まずい、これはバレたかも。あれ、どこ行った？あ、いたいた、まだこっちには気づいてないみたい。あれで気づかれた。うわ、なになになに、ちょっと待って、エンダーパールで緊急回避だ。できません。え、ちょっとなんなの、あんなの反則じゃない、捕まったら終わりなんて。ちょっと高いところに逃げ、やーやめてやめて、食べないでー。う、嘘よ、なんなのあの化け物、あんなのにゃんにゃんじゃない。シックもう頑張れない、見つかる前にロケット花火で逃げるんだから。シックちゃん、完全に心が折れてしまってるわね。あ、ダメだ、うまくロケット花火使えない。あ、待てよ、もしかして海の中には入ってこれないんじゃない。ほらほら、水辺で戸惑ってる。これはもらったわ。ははは、弱点見つけたり。水の上歩けるんですか？くそ、一体どうしたらいいの？そうだ、手を伸ばして捕まえてくるなら、手が届かないくらい高くに登ったらいいんじゃない？は？何今の？やばい、それ、今のうちに届かない高さまで行ってやるわ。これだけ上がればもう手は届く。は？いや、今すぐ目の前を横切ったような。え？どういうこと？何がどうなったの？ジャンプ力すげー。あじじ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 。いや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 。え？なんでシック燃えてるの？え？いや、なんでなんだろうな。カープンキャットの攻撃か、それとも火の矢が跳ね返されたのか。いやいや、ちょっと待って。この高さでも手が届くんかい。どうしよう。どうにもならない。お？飛べたー。シック、このまま遥か遠くに逃げていかない。なわけないでしょ。じゃあ、やめてやめて。これ無理だなぁ。一瞬で捕まって食べられちゃうから、攻撃どころじゃないのよね。これはもう食べられる覚悟を決めて、肉を切らせて骨を断つしかないのでは。なんだ、食べられる覚悟って、シック食べられる覚悟なんてないから。それじゃあ用務変わってくれ、ガキが。はい、食べる覚悟ならあるけどね。食いしん坊は泳ぎじゃないのよ。どうしようかなぁ。あ、あれ？あー、この、やめなさい。うわ、口くっさ。ねえねえ、今の見た？食べられる瞬間シックの振った剣が当たってダメージ受けてたわよ、あいつ。ということは体力が無限とかじゃなかったら、これを繰り返せば確実にダメージ与えられる。わわわわ、ちょっと待って。そうよ、きっとそう。シック決めた。これを繰り返して絶対にあいつを倒してやるわ。名付けて、肉を切らせて骨を断つ大作戦。それ私が言ったやつです。でもすぐ捕まって切りつけるのもいいけど、一応他の手段も考えておかないとね。こうやって距離を取って、遠くから弓矢でチクチクも案外悪くないかも。海の中に入ると一気に飛んでくるまでは割と動きが小さいかも。よし、当たってる。やられるまでに3発入れることができたわよ。それで今あいつは海の中にいるだろうから、その隙に TNT を設置して、近づいてくるタイミングで起爆して爆破。これが案外いける気がするわ。で浮き金持ってなかった。これでよし。あいつどこ行ったの？姿が見えないわね。まだ海の中なのかな。後ろだったのか。燃えろ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 。今結構ダメージ判定やったわよね。やっぱりシックの考えは間違ってないはずね。よし、あとは TNT をうまく起爆すれば。あ、すぐ近くにいるのか。それじゃあこっちから回り込んで。すよねー、メガライトの剣の攻撃を食らいなさい。いやいや、ちゃんと攻撃入ってる。でもあとはどうやって TNT を当てるかよね。起爆前に捕まっちゃうと意味がないから、なんとか回り込んで捕まらないようにしないと。あれでしょ、キリスが。そうなりますよね。お、ちょっとずれた位置にリスポーンした。これは一気に移動して、ちょっとあいつから距離を取るわ。よし、いたわね。そうよ、こっちよ、いらっしゃい。よし、これで TNT の方に誘導して、ちょうどあいつが来るタイミングと起爆のタイミングを合わせる。もうちょっと、もうちょっとよ、もうちょっと引きつけて。今どの辺かな。あ、いたわね、今だ。あ、逃げ切れない。頼む TNT、爆発して。あ、あれ？爆発しないわね。え？なんで？起爆してからシックがやられちゃったから。どうなんだろうな。着火自体は成功したはずなんだが、着火したプレイヤーが倒されると消化しちまうのか。もしかして TNT ごとカーブンキャットが食べちゃった？そんなでもあれよ、シックちゃん、なんで爆発しなかったのかはわからないけど、うまく爆発に巻き込むことができれば確実にダメージは入れられるはずよ。諦めるのはまだ早いわよ。霊夢、そうね、シックちょっと弱気になってた。絶対ダメージは入れられるわよね。だったら TNT マシマシで大爆発を起こしてやるわ。見てなさい、カープーンキャット、何度食べられようともシックは何度でも蘇ってみせる。そう、今日のシックはフェニックスシックなのよ。あ、フェニックスなのよ。いや、なんか思いつきで言ってそうだけど、そっちの方がダサいからね。え、フェシックスダサい？ダサい。もうちょっとオブラートに包んでよ。あ、ブーストレギンス壊れちゃった。でも待てよ、ボールの耐久が減るんなら、しっかりとダメージ判定があるっていうことよね。だったらトゲをつけたチェストプレートつけてた方がいいんじゃない？あいつにトゲダメージ入るかもしれないもんね。よし、今だ、今度こそ爆発当たってよ。お、いい感じじゃないですか。お願い、爆発して、シャー。お、
すごい、今しっかりダメージ入ってたわよね。ああ、しかもしっかりと2回目の爆発にも巻き込まれてたぞ。いける、これはいけるわ。このまま GMC 作戦を続けて、トゲのダメージ反射と食べられる時の切りつけ、これを繰り返せば絶対に倒せるでしょ。なんだか正気が見えてきたわ。問題はカープーンキャットの体力がどれくらいあるかよね。無限じゃないことを祈りたいですね。うわ、GMC の爆破後のえぐれ方がやばいわね。ここにはもう設置するの厳しいかも。こっち側に回り込んで GMC 設置することにするわ。お、この辺がちょっと広そうね。あ、いい感じで近づいてきてる。はい、着火。お、今回もいい感じなんじゃないか。そこで止まって、あ、ちょっともたもたしてくれた。やった、今度もうまく爆破できたわよ。メガライトの剣できるのも忘れずに、ですね。よし、今度はここに設置してやろう。いい感じの距離感だわ。弓矢でおびき寄せてまた爆破してやる。あ、いたいた。どうしたな、コアニャンニャン。チックはこっちよ。なんだコアニャンニャンって。よし、また、海に逃げろー。あれ、どこ行った、見えなくなっちゃった。あ、いたいた。やった、ナイスタイミング。 GMT の起爆うまいじゃない、シッチャン。でしょでしょ、これからシッチのことごまって呼んでくれていいんだから。飛ぶ調子に乗るシッチャンかわよ。あれ、引き寄せられてるんだけど。完全に引き寄せられないわね。もしかして水の中そんなに得意じゃない感じ。間に土ブロックがあったからじゃないですか。あ、なるほど、そういうことか。よし、そこでじっとしてなさい。弓の名手ミリアのシックが貫いて全然当たりません。ちゃんどんどん2つ目が増えてくるわね。え、そら、なんで。じゃあ、リカスに。うん、近くにあいつはいないみたいね。今度はどの辺に GMT 設置しようかな。めちゃくちゃえぐれてる。うわー、いや、なんだ今の。ドントビーアフレイド、怖がらないで、だそうです。無理やろそんなもん。それじゃあお返しに TMT をあげるわ。怖がらないでね。よし、成功した。え、なになに、なんかいきなり真っ暗になったんですけど。すごい、かなり戦場がボロボロになってきちゃった。初期リスが小さな島だったからね。ちょっと戦場としては小さかったかも。あ、でもこっちから上がれるわ。よし、追いかけてきてるわね。それじゃあここに TMT を置いて、また爆破してやるんだから。よしよし、いい子ね。シックはこっちよ。なんか動きがスローになってますね。もしかして、弱ってる。よし、また、お願いくらって。あ、これもいい感じっぽい。来た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 。今から食べられます。衝撃の宣告すぎる。お、もしかして、来たー。見て見て、結局シックも倒されちゃったけど、コアニャンニャンメガライトの剣でやっつけたわよ。お、すごいじゃねえかシックちゃん。いろんな作戦が確実に実を結んだわね。やった、本当にもうあいつがいないわ。シック本当に勝ったのね。あれ、左上になんか書いてないですか。シックちゃん頑張って倒してすごいね。おめでとう。そう書いてるんじゃないの。いや、皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。今日はプレイヤーを食べようと思います。え、何、どういうこと。だってもう倒したじゃない。あ、もしかしてさっき戦ったやつはスポーンエッグで出したやつだから、もしかして新しいカープーンキャットが湧いたんじゃないか。は、新しい、コアニャンニャン、そんなことがありえるの。あ、シックちゃん、後ろ、へ、じゃあ、嘘でしょ、そんなのあんまりだー。